ということで、はい、というわけでね、お仕事のない僕らがですねお仕事のない時何しますか皆さん。そう、 YouTube、 YouTube、ね、お仕事ない時は YouTube を撮ります、 YouTube を見ます。そうです、第二の副業ではありません。そうなんですよ、今日はね、なんでお仕事もございませんので絶好の YouTube 日和という。そうですよ、もう天気もいいですし、です、ね、先ほどのサンシャインも素晴らしかった。サンシャインすごかったねちょっと目つぶされましたけど知ったね、これほらいいですね、ここが一番眩しいところなんですけど。そうですね、場所によって場所に、俺でちょっと遮ったり。あ、ちょっと遮って、ラーメン屋さん、はい、美味しかったですね。めちゃめちゃ美味しかったです。あの、住谷さんというね、あのラーメン屋さん大好きなんですけど、なんと100倍まであるんですよすごくないですか。100倍って100倍まで辛さがあるんですけど、コウスケびっくりしますよ。彼ね、あの辛みなしのラーメン食べましたからね。ゼロ倍って書いてある。ゼロ倍っていうことはもうこれ100倍にもならないっていうことですか。どっちに行きますか。どうしようか。左、右、なんかで決めます。あの歩く道とか、なんかで決める。どうやって決める。決める。あの通行人に、はい、どっち行けばいいですか怖いでしょ。あっち向いてホイで決めます。あっち向いてホイで決めるか。はい、ちょっとあっち向いて、俺納得したけど、あっち向いてホイって決めるってどういうこと。あっち向いてホイで、うん、あのかさぶってしまった場所の方向へ行く。じゃあじゃんけんとかじゃなくてってこと。はい、まあ、勝ち負け関係ないもんね。はい、あっち向いてって2人でやって、例えば長谷川さんこっちに、じゃああっち向いてって2人でやって、ホイってなったらあっちだって、こっちだって、どうすんの。上だったら上だったら、あの階段ある、階段に上がるってことね。はい、下は、下、下は、下、下は地下だ。地下、一回本店に入って、地下に行くっていうことですねじゃあ行きますか。最初はじゃんけんすんの。じゃんけんはすんこっち向き関係ない。あっち向いてホイはじゃんけんからですよ。でも、あ、そういうことか。じゃんけんポンであっち向いてこっちやる。あ、そうか、主導権を握ればいいのね、どっちか。あ、長谷川さんじゃあやってください。俺、顔の向きをやる。そうです、それでいいよね、はい、じゃんけんやんなくていいじゃあ行きます。じゃあ行きますよ。はい、じゃああっち、あ、じゃんけんした方がいいかなじゃんけんしたらタイミングちょっとあな、はい、一応形式だけのじゃんけんやん。はい、形式だけの、形式だけの、最初はグーじゃんけんポン。なんで早くすんだこの時間無駄だわ、ね、もうや、あ、じゃああっち向いてよ。あっち向いて行きましょう、行きましょう。はい、あっち向いてホイ決まり、速攻じゃないですか。決まった。やっぱり今日何曜日ですか。今日土曜日、土曜日の一番ゴールデンタイムですね今。はい、みんな一番幸せな時間じゃないですか。マジで俺こんなに幸せじゃない気持ちもあんまないんあら、本当ですか。そんな幸せな感じはないですか。みんな、ほら、お酒を、あ、これから飲みに行くとか。はい、飲みに行く人たちに溢れてます。浮かれてんだな浮かれてるんだね、じゃあね。まあ、企画やりますか。お、急に、何ですか、何の企画ですか。僕、はい、石結構好きなんですよ。石、はい、石より、うん、あの、魅力的な石を、はい、拾った方が勝ちゲームやりませんか。これはお金なくても遊べる。いいですね、これ本当にホームレスの一歩手前のそうです、そうです。いや、むしろホームレスなんじゃないかっていうような遊びですけど、いや、全然僕は構わないです。あ、本当ですか。ただ石なくない、あんまり。石ないですね。ね、石って瓦とかさ、なんかそのあね、いっぱい石があるとかじゃないと、これ本当汚い、なんか瓦礫みたいなのしかないですよ、ちっちゃい。それね、綺麗っていうのは誰が判断する。あの、視聴者視聴者が判断。今わかんない。今わかんない。僕の方が、うん、いい石だなと思った場合は、はい、グッドいいね。あ、いいねね、はい、長谷川さんの方がいいなと思ったらバッドいいね。なんで俺悪いの近くに公園ありますっけ。こっから近くに公園はね、あの駅裏の公園がある。駅裏の公園にじゃあちょっと、うん、飛びますかね。ちょっと行ってみるか。行きますか。よし、よし、はい、はい、というわけで、うん、こちら公園ですね。はい、公園に来ました。ちょっと時間かかりましたね、瞬間移動に。歩いてきた方が早かったってことで瞬間移動しましたけど5分の間にいい石を見つける。よし、じゃあ行きましょう。行きますか。ではいい石を見つけるために行ってきます。5分、よーい、スタート。よし、見つけました。さあ、というわけで、では石を、まあ、披露するんですけれども、はい、あの、やっぱり
視聴者さんに納得させるような、そうですね、プレゼン、プレゼンじゃないといけないと思いますので、じゃあ私、はい、先行で、はい、いいですか、 OK。 秋田といえば、うん、あのもろこしも結構有名だと思うんです、まあ、あの和菓子のもろこし、はい、もろこし、いつでももろこしがあるような、そういった石を私見つけて名付けてもろこ石、こちらほらもろこしみたいでしょね、秋田名物もろこしに一番近い石、もろこ石、皆さんこちらにぜひ一票グッといいねをお願いします。私ですね、長谷川が見つけてきました石なんですけれども、はい、なんと石にね名前をつけなくちゃいけないというルールも今わかりましたんで、ではね、さあ私の石、さあもろこ石です。いや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 、見てください、これかぶってますよ、あのね長谷川さんかぶってますよ、よく見てください、これ、いや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 、違います違います、これはね、ちょっとチャチャタイム入ります、チャチャタイムチャチャタイム、チャチャ入れタイム、チャチャ入れタイム、相手のプレゼンにちょっと物を申したい、そんなタイムまであるかこれはもろこ石ではないですよ、これ違う、これ見てください、このほら同じじゃない、同じじゃない、ほとんど同じです、何ですかこれ、びっくりするから同じです、あ、同じ、もうほぼ元になる石全く同じ、あ、成分全く同じです、ということは同点なので、あのもう一つ準備していた石をですね、私もう一つあるの、はい、今回のテーマの石拾おうっていうテーマで、え、 石を拾んで石拾おうっていう、そういうテーマ、そんなサブタイトルついてたんですかやっていくんですけども、はい、今回僕は一番最初に見つけた石なんですけど、うん、持ちやすい石ちょっとうまいこと言わなくちゃいけないんだこれ持ちやすい石っていう石なんですけれども、これまあこの持ち方が一番正しいんですけども、正しいとかあるんだ、セオリーがある、こう持っても持ちやすいし、逆に裏にしても持ちやすいし、それ言い方じゃんだこれ僕これ自信ありますよ、これは、いやマジですか、僕はもうこれでいきたい、これ俺のですよ、これは俺の、これこっちがコスケでしょ、ああこれ僕の自宅にこちらのもろこ石2号、はい、これはそうですね、こちらもろこ石1号、はい、さらに持ちやすいし、はい、この3つをですね、視聴者さん、プレゼント企画にしたいと思いますので、ね、コメントやら、ダイレクトメッセージ何でもいいですのでコメントください、批判は一切受け付けません、被災は お気づきのように仕事がないとこういうことになってしまいます仕事がない分、はい、まあ、時間はありますけれども、大人がこんなことになってしまうわけです、気をつけてください、でもそれが一番大事なことだって、はいはい、するので、皆さん、それではまたの、はい、里子と、はい、長谷川、はい、名前は何にしますかね名前が何かあるんだ、もろこ石1号2号もろこ石1号2号、はい、もろこ石1号2号の、はい、動画でございました、ありがとうございました。